のスポンサーの提供でお送りします。これなんかね、五線橋になってる。生意気な砂利道の常に五線橋が、はい、ちょっととりあえず右折。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。調査も行っていきましょう。はい、JR 函館本線、佐原支線銚子口駅の駅前にやってきました。駅前はそこそこですね。集落があります。蛇注意、蛇が出るそうです。蛇もそろそろ冬眠から目覚めてくる時期でしょうか。トイレ
完備。駅舎はこんな感じ。駅ノートありそうですけどね。見てみるか。はい。これが銚子口駅舎です。駅ノートですね。2冊も置いてあります。座布団がありますが、座布団はちょっと汚い感じですね。これは何だ？お手紙が残されています。乗車マナーを守りましょう。これ出てるのは、この函館運輸所の職員なんでしょうかね。はい。そしたらホームの方を見ていきます。はい、これが銚子口駅1番ホームですね。ホームが舗装されています。2面2線。交換可能駅。貨物列車が通過するので、コンクリート枕木。はい、なんか向こうの方にもですね、建物があります。あれは何なんだろうか。まあ一応2面2線ということで、汚染設備でもあるんでしょうか。名所案内としてはこんな感じです。はい。そしたら、なんだろうな。この駅名表を入れて、駅舎ホーム編のサムネイルにしようかな。まあ、普通列車と貨物列車がここを通過するっていうことで、まあ、退避も可能になっていると。あの建物は何なんだ？民家？それとも JR の設備？わかりませんが。まあ、なんかこの先行っちゃいけない感じがするので、この辺にしておきます。戻りますか。戻って駅ノートの方ですね。見ていきましょう。いやー、なんかここまではなんとかね撮影できましたけど、流山温泉はアプローチの仕方がわかりませんでした。あれ降りるしかないね、行こうと思ったら。そしたら駅ノートの方ですね、見ていくことにします。駅ノートは2冊置いてありました。Thank you.